ははいここんにちはこの子猫です今日の一日一冊は救急車が来なくなくる日です誰もが一生に一度は関わる可能性がある救急車私自身はまだ乗ったことはないですが、まあ、父が急病で乗ったことはありますし道で倒れている人がいて救急車を呼んだことはありますそんな救急車を含む、まあ、救急医療が もはや限界に達していることを述べる本書。119番通報があってから、救急車が来て、患者が病院に運び込まれる時間は、1997年は約26分であったのに対し、現在では約39分となっています。まあ、東京に至っては、全国はその50分です。まあ、この差は、 1>, 1分1秒を争う脳や心臓の病気では致命的です搬送先の病院がなかなか決まらないまあ、たらい回しも日常茶飯事です救急車が1、2、3、あるいは5回時には10回以上病院に電話しても受け入れ先が決まらないことも往々にしてありますしかしこのたらい回し病院だってやりたくてやっているわけではありません 病院のの救急の現場はもう本当に限界なんです48時間連続勤務なんてざらなんとか無理をして救急患者を受け入れてもそういう患者は難易度が高い場合が多くそれで助からなければ訴えられるリスクもある本当は1人の患者さんに120点の治療をやりたいしかし現状は同じ時間で3人の患者さんに70点ずつの治療をやっていくしかない とある医師は語ります、まあ、医者の善意と過重労働に頼ってきたツケが、まあ、ついに我々に回ってきたということなのかもしれません、まあ、この本の良いところはそんな救急医療を、まあ、こうやったら改善できるのではないかという提言があることに加え一般人である我々にもできることを提示してくれているところ、まあ、一つはですね財布などに自身の身元が分かるものと緊急連絡先 まあ現在、服用中の薬などが分かる資料を入れておくこと。まあ、これだけで,ですね、病院が身元確認をしたり、まあ、家族を探し出したり、まあ、薬の飲み合わせを調べるなどの手間がですね、大幅に削減されます。まあ、もう一つは、救急車に乗った際に、病院を指定しないこと。行きつけの病院があるからそこにしたいというのはかなり迷惑。まあ、救急車は その時のののの時各病病院院や他の救急患者との兼ね合いいをを見てて搬送先の病院を判断していますこの病院にかかっていますという情報提供くらいならいいですがそこから出過ぎるのはやめておきましょう救急医療の状況は病院だけが頑張ればいいものではなく国がどうにかすればいいというものでもなく国民を含めた社会全体で取り組んでいくべき課題かと思いますのでぜひ救急車が来なくなる日 読んでいただければと、思いますとこのようにこのチャンネルでは毎日1冊おすすめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ